こんにちは。千葉県立中央博物館の林浩二です。本日はフェアトレード、商品選びで地球を考えると題して、逗子フェアトレードタウンの会の磯野よし子さんと、ピープルツリーの鈴木ひろみさんからお話を伺います。フェアトレードタウンとは何ですか？それでは、フェアトレードタウンの説明をしていきたいと思います。フェアトレードタウンというのは、市民、行政、企業、学校など、町ぐるみでフェアトレードを応援する仕組みのことを言います。もともとは2000年にイギリスのガースタングという小さな町で、フェアトレードタウン宣言が始まったことが、出発です。ちょっと右に画像が悪いんですけれども、ワールズファーストフェアトレードタウンと書かれているガースタングの看板が見えるかと思いますけれども、この後ろにいるおひげのブルースさんという方が発起人です。ブルースさんはブルースさんのパートナーと、それからお手伝いさんの3人でこのフェアトレードタウンという考え方を思いつき始めたという話をしていました。どうしてフェアトレードタウンなのかというと、一人一人が消費者としてお買い物をすることでもいいんですけれども、なかなかそれだけでは変わっていかない。で、その時に、もし学校がフェアトレードのものをどんどん仕入れてくれたら、また行政の方でもいろいろな協会やいろんなところが一緒に取り組んでくれたらフェアトレード広まるのにな、というふうに思って、で、フェアトレードタウンという考え方を思いついたというふうにお話しされていました。フェアトレードタウンにするには、やはり認証が必要だろうという話になったそうです。これは、先ほどの国際フェアトレード認証機構のフェアトレード財団がタウンの認証も引き受けることになりました。制度ができると、瞬く間にイギリスで、またヨーロッパへ、世界へと波及していきました。2022年10月に2208都市がフェアトレードタウンとして認証を受けています。世界のフェアトレードタウンはどこに多いのかというものを一覧にしてみたんですけれども、やはりヨーロッパに多いですね。ドイツだけで800以上あります。そしてアジアは最近になって増えてきたんですけれども、実はアジアで初めてのフェアトレードタウンは日本の熊本市でした。2011年のことです。その後、韓国はソウルがフェアトレードタウンになりました。そしてどんどんフェアトレードタウンが増えていきました。このように、フェアトレードタウンは世界で広まっています。これはフェアトレードトライアングルというフェアトレードタウンの特徴をよく表しているものなので、ちょっと紹介をさせていただきます。右下にイギリスのガースタウン市と、ガーナのニューコフォルディア市、そしてアメリカのメディア市を3つでつなげています。この3つの国は、かつて世界で最もアンフェアなトレードをやっていた地域です。世界で最もアンフェアなトレードって何だかわかりますか？実は、この絵を見て想像ができるかなと思うんですけれども、奴隷貿易をやっていた地域なんですね。イギリスの会社がガーナに行ってアフリカの人たちをアメリカに連れて行きました。人身売買を貿易として行っていた。それが、かつての世界でした。これを変えていく、フェアトレードで変えていくんだということで、今は、ガーナの、まあ、主にカカオですね、ダブルチョコレートを持っている絵が見えると思いますけれども、それをアメリカに持っていって、会社にチョコレートを、フェアトレードのチョコレートを作っています。この3つの都市が
アフリカで一番最初にフェアトレードタウンになったニューコーフォールディアと、アメリカで一番最初にフェアトレードタウンになったメディア。この3つがつながって、世界を変えていく運動として、象徴的に始まっています。日本のフェアトレードタウンについてお話をします。日本は今6つのフェアトレードタウンがあります。先ほど言った熊本市が世界で1000番目、アジアで最初のフェアトレードタウンでした。その後、名古屋、私の住んでいる逗子市は3番目。そして、札幌、浜松、いなべ。人口規模も、全く違う都市ですけれども、南から北に至るまでフェアトレードタウンがあります。そして、今フェアトレードタウンを目指している市や町が、もうここに書ききれないほどたくさんあります。千葉県では千葉市や館山もとても今積極的に動いています。今日は詳しくお話はできないんですけれども、フェアトレードタウンと同じように、フェアトレード大学全体でフェアトレードに取り組むということを、認証で認められているフェアトレード大学というものがあります。今4つの大学が認定されています。そして、高校や中学、また小学校もフェアトレードに取り組みたいといったときには、フェアトレードスクールというものが世界であります。ただしこれは認定制ではなく、手を挙げてやりたいと言って登録をしていく、そういう仕組みで、動き出すとしています。私の住んでいる逗子には、男子校の逗子開成高校というところがあるんですけれども、ここもフェアトレードスクールを目指して、生徒たちがとても熱心に活動をしています。文化祭でフェアトレードの展示をして、商品を販売したり、また、自販機にピープルツリーのドライマンゴーを入れたり、学食ではフェアトレード認証を取っているごまを使用したメニューを取り入れたり、すべて生徒たちの提案で、実現したものです。では、フェアトレードタウンに認定されるには、どういう基準が必要なのかということをお話ししていきます。世界では5つの共通した基準がありますが、認定をするのは各国の認証団体が行います。各国の認証団体では5つの他に独自の基準を設けることもできます。ここで日本は基準の4、地域活性化への貢献というのが日本独自の基準になっています。これは、フェアトレードだけを広めるのではなく、地域全体が活性化されるように、いろいろな地域の他の団体とつながって地域を盛り上げる、そのことに貢献しているということが認められないといけないという基準です。では、これらの基準に沿って逗子ではどんな活動をしてきたのかということをお話ししたいと思います。まず1番目、推進母体の形成と子思想の拡大というふうにありますけれども、このフェアトレードタウンという活動は、お店だけがやってもいけない。行政だけがやってもいけない。で、まず中心になっているのは市民運動として、母体になる市民団体がないといけないということがあります。ボトムアップの街づくりという言い方をしますけれども、市民がこういう街を作りたいんだと言って、いろいろな、多様な人たちをつなげて、母体を作っていきます。最初に始めた時は3人でしたけれども、その後どんどん人数が増えていきました。それから基準の2番目、運動の展開と市民の啓発があります。これは実際にどんな活動をしているのかということが、見えないといけないということで、調査がされるわけですけれども、私たちは、まずは勉強しようということで、読書会、勉強会をやっています。また、いろいろな人たちに知らせるためのパネル展示、そして講座をやっています。今は特にユースに力を入れて、ユースプログラムを1年通してやっています。また、啓発活動として、逗子の中で、素敵な映画館があるんですけれども、ここでドキュメンタリーを見ながら、話をするという活動を毎年しています。
なかなか海外に行けない中でドキュメンタリーを見て、海外の現場を知るということを大事にしています。いろいろな生徒たちの発表の場をフォーラムという場で設けたり、ファッションショーなどを通して伝えています。3番目に地域社会への浸透というのがあります。これは実際に地域のいろいろな団体がフェアトレードのものを使っているということが大事になります。フェアトレードタウンに認定されてからですけれども、津市の市立の小中学校では、5月のフェアトレードデーの日にフェアトレードのごまを使って給食が出ています。その時には、先生たちがこのフェアトレードの説明などもしてくれています。基準の4番目、地域活性化への貢献。先ほどお話ししましたけれども、実際に地域全体を盛り上げるということが必要になってくる。で、津市ではお土産品がないということで、津市コーヒーというものを私たちは開発をしました。津市という名前がつく商品を手に取ることで、それがフェアトレードだ、というふうに後から気がついたら、フェアトレードって何だろう、そこから広まっていくんではないか。また、津市のお土産をみんなに手に取ってもらうことで、津市全体の活性化につながるというふうに考えました。これを作成する段階では、いろいろな地域の人たちに手伝ってもらっています。高校生がフェアトレードの絵を描いたりをしています。ここに自主コーヒーを持ってきていますけれども、これは障害者の人が描いてくれている絵です。または図紙の写真なども使って商品を作っています。図紙チョコというものも作っています。これも福祉施設と一緒に共同開発をしています。毎年、障害者、知的障害のある施設に募集をして、絵を描いてもらい、それを投票で選んで、図紙チョコというものを作成していました。これを描くことで、障害のある人たちの活躍の場というものが生まれたと、とても喜んでもらっています。また、基準の5、フェアトレード産品が、どこでも買えるという状況を作っていく必要があります。私たちは5月にフェアトレードランチキャンペーンというものをやって、フェアトレードの食材を使った、ランチを出してもらっています。最初、4年前に始めた時には、10店舗くらいの参加だったんですけれども、今は20店舗以上の参加によって、5月は、津市全体でフェアトレードを盛り上げています。そして最後の基準は、自治体がフェアトレードを支持しているということが必要になります。そのためには、市議会で支持決議が出されること、また、市長による宣言というものが必要になってきています。これをもって、津市はフェアトレードタウンの認定を申請し、それが2016年の7月に認められて、フェアトレードタウンになりました。フェアトレードタウン宣言、当時の市長が書いてくださったものですけれども、私たち津市では、世界とつながり平和に貢献する街ということを大事にしています。津市には、米軍が作った、米軍住宅が今もあります。この米軍基地を市に返還してもらうための運動を何十年もやっていますけれども、もしも世界で貧困がなくなり、対立がなくなり、平和になれば、そこにはもう軍隊も必要なくなる。私たちのフェアトレードの活動というのは、平和に貢献する、津市を平和にする、そういう活動なんだということを、この宣言文では認めてあっています。そして、今 SDGs がいろいろな場で叫ばれていますけれども、このフェアトレードというのは、SDGs のすべてのゴールに関連しているというふうに思っています。特に津市では、ここに挙げた、7つのゴール、
に関連していると思っているんですけれども、特にですね、目標12、作る責任、使う責任、消費者から選択者へというふうに書きましたが、私たちは、ただ物を消費していく、物というのはなくならないですね、消えないです、ゴミになって残ります。消費者になるのではなく、何を使うのか、何を使わないのか、そういうことを選べる、そういう人になろう、選択者になろうということを、掲げています。目標12に関連することかと思います。また最後、目標17、たくさんの地域のアクターが、共に連携して街を盛り上げていく、そういうものがフェアトレードタウンだと思います。そういうことが認められて、2021年に地域再生対象というものを、取ることができました。フェアトレードタウンの説明は以上になります。